自衛官物語へようこそ。私は自衛隊広報官の一等陸尉、古川留萌です。皆さんは自衛隊がどのような使命のもとで任務を遂行しているか知っていますか？私たちの主たる任務は、我が国に対する侵略行為の未然防止、および万一侵略を受けた場合の即時対応。自然災害、海難、航空機事故など、災害発生時の人命救助および復旧活動。さらには、国際社会の平和と安全を維持するために行われる活動に協力するなど、日本の平和と独立を守る、その重要な使命のもとで任務を遂行する、それが私たち自衛隊です。陸、海、空からなる自衛隊の中で、国土防衛の中心的な役割を担う部隊、それが陸上自衛隊です。隊員数は陸、海、空のうち最大規模を誇る約15万人。全国約160カ所の駐屯地、分屯地があります。職務は大きく、戦闘職種、戦闘支援職種、後方支援職種に分けられ、さらに細分化した16職種で構成されています。また地域ごとに5つの方面隊を組織、方面隊は複数の師団、旅団などを機関として編成。さらに空挺団やヘリ団などを指揮する中央即応集団を配置し、あらゆる事態に即応する体制を備えています。人々の生活や社会に最も近いところで国民の命、財産を守るスペシャリスト集団、それが陸上自衛隊です。では陸上自衛官になるにはどうすればいいのか、また入隊後はどんな生活が始まるのか、自衛隊幹部を志したある青年の入隊から退官までの物語をご覧ください。